皆さんこんにちは。前回に引き続きセノンスポーツゼロからお届けします。前回前々回と上半身と下半身の使い方についてお話しいただいたんですが、今回は上半身下半身合わせた全身をどうに使っていくかというのをゆきおさんに教えていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。最初のテーマ1で、伝えました上半身の動かし方、手の使い方とかバットの軌道だったりですね、そういうところを第2のテーマであった下半身の動きに合わせてどう振っていくのか、最後は全身を使ったスイングになってくるわけですけども、スイングというのは投げる動作もそうですけども、下半身がやっぱ主導になってくるんですね。下半身の動かし方、その筋肉のその部分部分の使い方によって、それが下下半身の下からずっとこう上に伝わって、最終的にはバットを持っている手がどれだけ、スピードを出して振れるか、インパクトの瞬間に一番最大限の力を出せて、振れるかっていうところを目指していきたいと思うので、第3のテーマでは下半身と上半身を合わせたスイングをやっていきたいと思います。下半身と上半身それぞれ使い方を教えていただいたんですが、その2つがうまく組み合わされないと本当の効果が発揮できないということですか？はい、その通りだと思います。やはり体の動かし方の連動性ですね。やっぱりこう下半身から上半身にうまく伝わって、やっぱりいい動き、いい使い方をしていかないと、バットもスムーズに振れないと思うので、そこのところも、後ほどやってみたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、はい、前回前々回の上半身下半身の動きを合わせて、今回、バッティングの完成形のフォームを教えていただけるということで、はい、よろしいですか？はい、それでは行きたいと思います。よろしくお願いします。テーマ3になりますけども、第1第2のテーマを、合わせた上半身と下半身の連動した動きを使っての第3のテーマ、全身のスイングに入っていきたいと思います。まず最初にテーマ1で言いました上半身で、上半身の動き方、下半身止めた状態でトップの位置から体の近くを通して右肘が曲がった状態でバットを出していって、インパクトは多少左手の甲がピッチャーが向くようなインパクトを作って振っていく。でもバッティングも最終的に投げる動作もそうですけども、手首の強さってすごく必要になってくるんですね。手首が使えないとこういう棒状みたいな感じで振ってしまうんですが、最後手首使うとバットが走ってしなってくれるので、結構右脇も締めて伸ばす、最後に手首も返してあげる、左手もそうですね、左手も引っ張ってきてあげて最後に手首で返すっていう動きが必要になってきます。で、下半身ですけどもしっかりとまず構えて、軸足、右バッターでしたら右の軸足に股関節の内側にしっかり体重を乗せる、体重を乗せて、そして左足はしっかりと踏み込む、足を上げる人は強く踏み込めるし、足を上げない人でも多少の踏み込みはできます。その時に軸足をしっかりと股関節の内側から内転筋、しっかりと強く早く使う意識で回してあげる。そうすると腰が早く回ってくる。投げる動作もそうですよね。右足を蹴ると股関節の内転筋から回ってきて、腰の右の腰が早く回ってくるので腰の回転が早くなります。その時に左足、受け止める左足は逃げないようにしっかりと受け止めてあげるということが必要になってきますね。で、その上半身と下半身の動きを合わせたスイングをすると、まず上半身止めときますね。上半身止めておいて下だけの動きします。軸足に乗せます、ステップします、腰を回します。上半身使わないとこういう状態になるんですよね。この状態から止めてここまで持ってこれないので、手に力が入らない状態でステップして軸足を蹴っていくと、 手は自然とここに来るんですね。腰が引っ張って、手を引っ張ってくれるので、腰だけの動きでバットがもうここまで出てくる。そうです、バットを上半身動かさないようにしてても、この状態から腰を回そうとするとここまでしか多分いかないんですよね。こ
腰を回す、ここまで回そうとすると手がここに来るんですよね、絶対こういう状態になりますよね。でここから腰がしっかり回って、最初に言った手がここまで来ましたから、ここから左手を引っ張る、右の肘を曲げたのを伸ばして、最後はリストを返してあげる。体重乗せます、ステップします、腰を足を右足を蹴っていって腰が回ってきます。上半身手がちょっとついてきますよね、動かさないようにしててもついてくるんですよ。腰が回った時に手がここにある、ここからしっかりと手を引っ張ってあげる。これが連動すると、僕は足上げてましたけど、足上げて打つとこうなります。笠切り音がすごいですね。下から動いてるでしょ、これがこうはならないですよね。こういう動きは上からやるとこうなりますよね。こんなのこういう人いないですけどね。で下がずれる、あの遅い人とかは腰を回してもまだ手が出てこない人もいたりするんで、そのためにやっぱり手をやっぱ鍛えることも必要になってくる。例えばゴムを壁にくっつけて引っ張る動きとか、そうすると左手が鍛えられる。右も持って腰を回してゴムを前まで引っ張ってあげると手の力がつくんで、構えて軸足に体重乗せます、踏み込んで腰を回していくと手がついてきて振る。でやっぱり小学生低学年とかは、最初言ったように下半身がまだ弱いのでベタってなるんですから、最初にゆっくりでいいんでバット持たずにこの動きをやりながら足を鍛えていく。で軽いもの、まあ、手バット持たなくてもいいんで、ね、下を意識して、まず上もそうですけど下半身をしっかりと使っていける動きを覚えていければいいのかなと思います。パワーのある人っていうのは軸足に溜める力っていうのがすごくあって、あと踏み込む力が強い人の方がパワーが出るんですね。回す力も出れるんで、ノーステップ、ちょっとかかと上げて打つ人よりも足を上げた方がスイングのパワースピードっていうのは出るので、それはなぜかってやっぱ溜める力がある、踏み込む力があるので速さが出るっていうところですね。やっぱこう上体の力、筋力がある人とか、やはりこう別に足上げなくても、ね、大谷翔平君が日本では足上げてましたけど、メジャー行って足上げなくなって、ね、打てるようになってますけど、まあ、彼ももともと身長もあるしリーチも長いし振る力速さもあるので、あれでも十分飛んでいく。やっぱ力がない子は全身使ってまずしっかりとキャッチボールと同じような足の使い方、こういうあの練習でもいいんですよね。足上げてキャッチボールと同じようにキャッチボールします。それでバットを振ります。そうすると下半身が動いてくるので、まあ、いろんな練習のやり方っていろいろあるので、結局、まあ、これ応用動作になりますけどね、インパクトしてこういう状態でインパクトするんで、最初からこの状態作っておいて手をここに置いて上半身だけで打ってみるとかですね、こういう練習とかもあるし、いろんなやり方がありますよね。足開いたまんまポイントも軸足寄りで打ってみるとか、前で振ってみるとか、だからいろんなところをこう振るっていうことでボールの軌道にこう合わせられると思うので、素振りも一箇所でもちろん作り上げるのも大事ですけど、それができるようになったらやっぱりインハイ、インコース高めだったり外だったり真ん中だったりアウトコースだったり低めだったり、いろんなところを素振りができるように、でなおかつ、まあ、起きてでもいいし、そこに設定してそこを打つ練習で手投げしてもらっていろんなコースを打つ練習する、まあ、そこの感覚っていうのがやっぱやってるうちに慣れてきて感覚をつかめると思うので、こういった練習をしていくと上達するのではないかなと思います。